はい、今日も日本の社会を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川松慎一郎です。この動画は3月8日火曜日の午後7時に撮影をしています。けれども、この連日動きのあるウクライナ情勢ですが、ここへ来てですね。世界的ハッカー集団あのアノニマスですね。匿名という意味ですけれども、あのガイフォックスマスクをつけて、まあ、皆さんもどこかで見たことあると思いますが、動き出しました。これまでもロシアに対しての。 あの戦っていくんだという宣言をしていましたけれども実際にロシアの国営テレビをハッカーしたということでいろんな動きが出始めているそしてウクライナの中でもですね31歳の閣僚これはもう IT の閣僚としてフェドロフという人間がいるんですけれども彼もこの今回はさまざまな情勢を SNS 使いながら発信していたりいろいろとその当然私たちが連日伝えられているニュースの中には ドーンとミサイルが来る爆発する様々なこう衝撃的な映像が出てくるわけですけれども今この時代その裏側では IT のレベルでの戦いも繰り広げられているということを今日ご紹介していきたいと思います今日も最後までお付き合いくださいまたあのチャンネル登録まだの方チャンネル登録していただいて下記にコメントいただきたいと思います皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で次の配信制作提言につなげてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたしますということなんですけれどもそもそもですね今日あのまずご紹介したいのはフェドロフという人物ですこれも まあ皆さんこの方ご存知かどうか分かりませんけれども彼はです、ね、最年少閣,閣僚なんですねデジタル大臣ですウクライナのデジタル大臣で今もこのロシア軍の侵攻を受けてです、ね、ウクライナ軍そして市民まさに自分たちの国を守るために戦っている中でこのフェドロフ氏がやろうとしているのはいろんなこう今までの価値観概念を変えるような、ね、SNS を使ってまず世界中に呼びかけていくと。 世界中の企業にロシアとの関係を考えてくださいと言ってみたりあるいはあのイーロン・マスクにです、ね、呼びかける助けてくれと呼びかけるとでそうすると通信手段が断たれた時にもイーロン・マスクの,あの新たな次のこういう手法を使ってどうだろうというふうに援助、ね、が来たりとかやはりこう今まで私たちが見てきた戦争とは違う あり方になっているわけですねこのフェドロフ氏の情報というのはまた早くてでさまざまなところが公式発表するよりも前に例えばこんなところがロシアとの取引やめたみたいなところが情報があるとどんどん,どんどん発信していってるんですね。ここがこの世界中を動かしていくという意味においては今回デジタル大臣の役目というのは大きいというのはこれだけでも分かると思うんですが一方で冒頭お話をしたように国際的ハッカー集団アノニマス。 こんな顔し今、画像出ていると思いますけれども、このアノニマス、これ、ハッカー集団、アノニマスというのは匿名という意味ですけれども、まあ、どんな人たちかわからないというんですが、この集団が、もともとロシアと戦うんだ、プーチンと戦うんだという宣言をしていましたけれども、実際に国営放送をです、ね、乗っ取って、そしてまあロシアの皆さん方に、ウクライナの様子というのを伝えました、でここはかなり大きくて、ですね彼らの思いというのは、ロシアが報道規制などもしていると。 自分たちロシアの軍が何をしているかということが正しく伝わってないので、私たちが伝える役目なんだっていうまあ、発信をしてるんですよね。で、当然ながらハッカーというのは許される行為じゃないんです。これはあの普通に考えたら違法行為ですけれども、今回はまあ彼らの考える正義のためにまあ。 ロシアの、まあ、これ多分軍も含めてさまざまなところにアクセスをしていく中で国営放送ではウクライナの様子を流したとでこれの日本もいろんな人たちがこのことについて SNS などで語っていたり世界の人々がです、ね、このこと反応しているんですけれどもいや今回は本当にハッカーだけれども称賛を送りたいという声が多いんです。でこういうことを見ていくとです、ね、今までも例えばそのロシアにもハッカー集団がいたんですよ。例えば去年 のちょうど春5月かなアメリカのパイプラインがロシアのハッカー攻撃を受けるなんてことがありましたけれどもロシアにも軍事ハッカーのグループというのはいるはずなんですがそれを行く中でアノニマスが動きそして31歳のデジタル大臣フェドロフ氏が動いていくとでさらにはウクライナには,ナにはですねこの IT 戦争なんだということで人々が集まってます。 でその IT 軍というのもできていて彼らも動き始めているという状況が今ありますのでこの辺の動きというのはあのいわゆる表面的に見えるバンバンというのとは逆,の逆でかまあ同時進行で,です、ね、私たちはこれを見つめていく必要があるんだろうとそういう時代に来たのかなというふうにまあ考えているところであります。でこのののウクライナの IT 軍というのも世界中から集まった あのボランティアのハッカーもいるんですねそういう人たちも含めて今、そのグループ SNS のグループなども作りながら、まあ、27万人が参加してるんですけどでこのヘドロフ氏もいろんなメディアで取り上げ,て取り上げられておりましてもうこのいわゆるハイテクというのは戦車とも、ね、戦えるんだということを本当にまあ発信をしていましたけれどもそういうことを常にもうあの証明してきたというところです。じゃあ 私たちは今この状況の中で何を考えるのかということですけれども当然あのロシアがこの一方的な侵攻をやめる流さなくてもいい血を流さないようにするという前提の中でいけばアノニマスが言っているのはロシアの国内からロシアの国民に正しい情報今何が起きているかを伝えてロシアの国内から、まあ、プーチンを追い詰めていくんだ。 まあそういうい感じなわけですよ私が連日お話してきたようなその橋下徹さんや玉川さんはこのウクライナ側が、うん、あのいわゆる幸福とも取れるようなねうしらと上げるような行動をすることによってこの戦いは終わらせられるんじゃないかこれですスケールネチを救えるんじゃないかって話でしたけれども今回のアノニマスっていうのはロシアの国民に対してこの国営放送をジャックすることによってですねあの働き続けてあれ 自分たちが伝えられているウクライナ情勢違うないやプーチン、本当にいいのかロシア軍、いいのかって言って中からこのロシアの国民に対してのこう正義を訴えていってこのウクライナとロシアの戦いを終わらせようという、まあ、そういう一つのアプローチの仕方です。ですから私はこの答えっていうのはですね何が正解かわからない中でみんなこう日々、いろんなと取り組みをしていますでもここまでハッカー集団がこれどういう人たちかわからないわけですね。 どこかかからアクセスしてるかも分かりませんでも現実的にロシアの国営放送がこうやってあのハッキングされたということは一方で例えばロシアの軍事情報が止められたなんて話もありますよねロシアの国防省に対しての攻撃もあったとかいろんなところで今このハッカー集団はロシア国内プーチンの動きこのロシア軍務の動きを止めるために、まあ、動いてるんだと思います。こういういハッカー集団をととするのか非とするるのののかかか彼らは正義なのか いいいいやこれは正義じゃないのかとう議論もあると思いますでも全体と見ればこれ全てが戦いなんですよねまあもちろんその IT が来る前にしたっていろんな忍びのものとかありますよでこうウクライナ側だってこうスパイ疑惑がかけられてねこうあの粛清されたというニュースも飛び込んできてますよねでこういうことも含めていろんな人たちが今本当に世界中で関わってる中で,でじゃあ私たちは日本にいて その第三国の話ではなくてね自分たちができることって実はいっぱいいろんなことあるかもしれないですお金を送るだけではなくて当然、その志願兵として行くっていう選択肢も1つかもしれませんけれどもそうではなくてこうやっていわゆる本当にいわゆる戦っているっていうのはあの肉体的に戦っているだけじゃなくて頭脳でもいろんな人たちが世界中で戦ってこのウクライナとロシアの緊迫を早く終わらせようとしていると。 ですのでこうご覧になっている皆さん方もできることからやっていきましょうって。でもそういう報道がない、そういう伝え方をしているマスメディアが少ないもんですから、なんかこう常になんかバーンバーンバーンっていうこのそのが動画のね力強い動画みたいのが広がりすぎてるっていうことについてやはり。 日本のテレビを含めてです、ね、じゃあ例えばこのハッカーって言ってもテレビ見てる人が分からないよっていうその高齢者の人たちに対して働きかけようとするんだったら実はこういうまあ昔で言えばですね、まあ、あの忍者というかこう忍びの者がこうやってネットを通してやってるんだとかこういう風にやっていかなきゃいけないし一方で我々も日本も当然あのトヨタがですねサイバー攻撃受けたなんていうのも近々届いてきたし東京オリンピックの時には東京都も相当サイバー攻撃を受けてたんですね。 でこういうのを乗り越えていかないと、まあ、私たちの生活は保てないんだとですからあのア,ノアノニマスは過去にも日本もですねあのいろいろと緊張感を持った時期もありましたけれども改めてオンライン上世界がつながるということはそういうハッカーともつながるんだよじゃあ遮断すると。 それはあの軍事兵器、ロシアの核のボタンはこうハッカー集団が押すんじゃないかみたいなことを言っている人たちもいますけれどもそれは多分遮断されているのでネットにはつながっていない世界ですからまた別のやり方で本当にプーチンが核のボタンを押そうとしているんだったら何か止めに行かなきゃいけないしいろんなあらゆることを想定しながら世界は今、この情勢をまあ見つめているということを今日はお伝えしました。 ま皆さんもいろんなこと情報あったらあの私にいただきたいしまた質問などこれどうなってんだっていうことあればですねまた下記にコメントいただきたいと思います今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。